亮田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます田中亮です。本日はですね、今日からツアーに出るということです。今からメンフィスにとりあえず向かうんですよ。なので今家のこれ一番近い身近じゃない、なんていうんだ、文字か最寄りの駅から地下鉄に乗って空港に向かおうと、 JFK ですね、 JFK 国際空港というところに向かいます。ちなみにこの駅はですね、地下鉄と言いながら今これエスカレーター上がってたの分かるかと思うんですけどね、地上3階なんですよ。なんで地上3階かと言いますとですね、こうね、下に運河があって、たまーにごくまれんここね、船が通るんですよね。なのでその船のために運河があるから、まあ、地下掘れなかったということで、ここだけ突然こう上に上がって、次の駅までは地上なんだけど、その さらに先からはまた地下に潜るっていうね、すごいこう特殊な構造をしている駅です。まあ、とりあえずそんな感じで空港に向かいたいと思います。で、はい、ここから乗り換えていこうと思いますが、これはCトレインです。これ C なんで、これじゃなくて、これの快速バージョン A トレイン、次来たら乗りたいと思います。ちなみにこの地下鉄のデザイン、どっかで見たことある人もいるかもしれないですけど、あのファイナルファイトの地下に入った時の走ってくる電車、これです。はい、A トレイン来ました。これに乗っていきたいと思います。これちなみにね、ジャズの曲で Take the A Train っていうのがあるんですけど、それの A Train ですね、これ。まあエリアは全然違うんですけど、これ乗って反対方向に行くとハーレムっていうね、その歌詞の話題になってるエリアに行きます。じゃあ乗っていきます。よいしょ。はい、とりあえずですね、 JFK に着きました。これターミナル8なんですけど、なんかすげえ綺麗なんですよね。新しいやつっぽいですね、どうやら。最近ね、成田とかも新しいのできたりして綺麗になってるんで、そういう感じなのかなと思います。で、今チェックインがバッと終わってチケット発券したので、このままセキュリティゲートを通って中に入っていきたいと思います。はい、無事中に入ってきたんですけど、これがね、僕の乗るやつがね、これ乗り換えがあるんですよ。なので一発でメンフィスに行くんじゃなくてね、シャーロット、これですね、シャーロットノースカロライナ、ここで乗り換えるってやつですね。アメリカンエアライン、4時50分の初ですね。まあ結構時間があるのでブラブラしようと思います。はい、というわけでね、待合室とかね、ロビーで今待っている。まだだいぶ、ね、時間がある。で、今回ね、行くツアーがカズハっていうバンドのサポートで、これ日本人バンドなんですけど、メンフィス在住で、で、まあ過去に何度か一緒にやってるんですけど、結構ね、ドラマーが変わるんですよ。でその変わる合間、ドラマーがいない間に僕がこうつなぎ役をやるという感じで、で今回もまあそんな感じで久しぶりに行くので、4度目か5度目かのメンフィスになると思う。ちょっと楽しみにしてます。ノースカロライナのシャーロットという空港に着きました。ここはですね、結構まあ乗り継ぎの中心ハブ空港というか感じのところで、なんか昔に比べてすげえ綺麗になったような気もします。俺の記憶違いなだけかな。なんかバッと見るとアメリカンエアラインがずらーっと並んでます。ザ・アメリカって感じ。メンフィス、あった、これだ。8時27分 B14 B の14ですね。というわけでゲート B の14、あそこだ。ちょうど今飛行機が着いたとこみたいですね。ここ14番メンフィス行きですね。メンフィス行き36分。というわけでちょっと経ったら乗り込みます。空港のお菓子売り場、お、一世を風靡したクリスピークリーム。ついにメンフィス到着しました。久しぶりでございますね。到着です。